セルフダイマーの撮影に失敗してから1時間悪魔的実験にはしゃいでいた千原は全く足りないドレダカについて代表から強く指摘されていた。もはやグランクアップした千原は週末の夜をヒバすべく無法地帯への滑り込むのであった。おお、まさか。何これ。これは本物の戦闘機の残骸でございます。マジで。これマジで。座標も書いてある。Hey boy。 こんにちは。私どこに来ているかと言いますと、こちら分かりますか。ここがどこか。なんとこれアメリカと見せかけての千葉 in Japan なんですよ。はい、ディズニーランドが有名ですよね、千葉県浦安市のね。のん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 、古い古い。今ね、最も千葉県で熱いスポーツ。ようこそ、ウェルカムトゥーダイケー。 MMA ダイケー、俺たちの遊園地しよう。はい、こちらジャパニーズバーティングセンターでございます。はい、見てください。ここ一歩越えればもう私たちは夢の国へ。君が好きだと叫びたい、今夜は返さない、その熱い思いを受け止めてほしい。ということでやってきましたよ。はい、こちらフリーバスケコーナーでございます。ストリートバスケがね、夜な夜な楽しめるということで、こちら24時間営業。全部で4つのコートがあります。1、2、3。こちらはビリヤードとダーツが楽しめるとおりになってます。普通にやりたいな、ビリヤード。そうすごい、ビリヤードある。ビンコーラとビンジンジャーエール楽しめますね。たくさんみんな飲んでますね。はい、これたらあれですよね、ここにしかない系の自動販売機っていう。ダーツも投げれますよ、ここで。この雰囲気の中投げられるダーツ、最高に贅沢だと思いませんか。地帯ぶりを象徴するものを見せてあげましょう。こちらです。檻の中に囚われたスーパーマン、わかりますか。ゴリラに囲まれて檻の中におりますからね、誰も助けてくれる者はいない、自己責任の世界でございます。さあ、はじめちゃん、ゆいちゃん、はい、後ろにあるこのスペース、一体何に使われると思いますか。何だろう。車。車。違います違います。何だろう。あのね、うん、もう地面についてなんていられないんですよ。大気圏はね、そんなものじゃ収まらない。はい、こちら経営者がたまに利用するヘリポートでございます。マジか。ほんまにガチ。ガチです。ツイッターで大気圏ヘリって検索してみてください。たまにすごい音がしたと思ったら、ヘリ飛んできたっていう動画、写真が上がってますから。あるんや、マジであるんや。はい、一番大きい塔ですよ。ここですか。ここです。ここが楽園でございます。迷子が出ました。あ、迷子の子、迷子の子、
体何をするか分かりますか？ここの席はね、自由に飲食しながら、はい、ご覧ください。こちらレースを観戦することができるんですよ。なかなか贅沢なシチュエーションですよ。ゴーカートナンバーワンをここで一等地で見ることができる、とても贅沢な席となっております。はい、本日のベストレコード2分46秒88。早いですね。アベレージがどうなんですか？ラップタイム 2.57 ってなってるんで、さすが店員さん慣れてますね。ついに企画ゴーカート企画、では今回は隠れ企画大庭園でこちらスリップカート、誰が一番速く走るのか、そして本日のベストスコアを塗り替えられるのか、腕利きのレーサーたちにかけてみようじゃありませんか。今回は私カメラマン兼実況担当させていただきます岸原でございます。ではこちらの、わあ、自分ですか？そうですね、自分ね、まあ、車の運転にはあまり自信ないんですけど、とりあえずは難しいことよくわかんないんで、とりあえずぶっ殺してやろうと思いますよ。すごいチームです。初めてですけど、全然持ってない、頑張ります。始まってる、こっちは始まった。もう一回待ってください。大体 50cc ってところやな。おー、はじめまして。たまに練習やってる田舎です。かつて練馬の直線番長と呼ばれたこのレーン頑張れば全然ラップタイム出せますよ。今日はよろしくお願いします。一番は青色ゆるちゃんでございますね。どんな走りを見せてくれるのか。2番イナパン、普段は表に出ないカメラマンですけれども、今スタートしました。3番岡君赤色、さあ先頭抜け出しましたのはイナパン選手。早いスタートラッシュが決まっているぞ。それで2番目続くのは岡君赤色、はい、ここで順位が1、2、3の順番で、おっと A ちゃん出遅れているぞ。1周目周囲で入ってきたのは稲パンダ、2番目岡、1馬身差、そして A ちゃん遅いぞ。安全運転です。優勝したのは赤い彗星はじめちゃんだ。後半がちょっと伸び悪かったですね。ちょっとアクセルワークに気遣いすぎたかな、ちょっと ね。で本日の、はい、スコア3分40秒72、なんとベストレコード2分46秒。一体どんな怪物が乗っているんだ。隠れ企画大庭園でベストレコードを出してきた企画、失敗と終わってしまいました。ぜひまた全国の皆さん、このベストレコードを抜けるぞってやつがいたら、ご協力のほどよろしくお願いします。はい、ということで本日は千葉県の面白いところをたくさんお二人にも紹介していただきましたけれども、いかがでしたか初のロケ。いや、なんかもうとにかく遊び疲れて、もう
な、山も登ったし、ね、大仏も見えたし、とにかく足が痛いです、ね、疲れたんですけど、めちゃめちゃ楽しかったんで、今夜はぐっすり眠れそうです。いや、はじめさん、ありがとうございます。えいちゃんはいろいろ経験したことが体験できて、本当に嬉しかった。最高な一日。本当レアな一日だった。ありがとうございます。長谷部企画、そう言っていただけるのが一番嬉しいでございますね、代表。代表おらんけど、代表おらんけど。さあ、まだこれ1回目なんでね、今後もロケは続きますよ。 A ちゃんは日本であと40都道府県、いや、どうは行ったのか、40府県行ってないところがあるということで、長谷部企画、これからどんどん紹介していきますので、皆さんで楽しんでいきましょう。今日はありがとうございました。